実は洗濯物が嫌いすぎて業者さんにやってもらってます。はじめ社長です。心霊スポットいろいろ行ったんですけども、案外ですね、身近なところにすっげー心霊スポットっていうのは隠れているようでして、ご覧ください、あちら。正式名称は違うと思うんですけど、なんかトトロの森って言われてるらしくて、これ岩が言ってたんだよね。めっちゃやべえ心霊スポットあるんよメンちゃんって言ってて、メンちゃんメンちゃんメンちゃんあそこ本当にやばいんだよって言って、あそこがなんか本当に怖いらしくて、中に祠があるみたいな話を聞いております。行きますか。行きますか。わ、ほらなんかこういう感じで建て祭ってあるみたい。本当だ、怖いね。怖いですね。こっから行くか、ついてこい。えち、キュキュ、あ、ワンちゃんちゃん、川端なめっぽいっすね。うわ、ほら、でもやばい、やばいよ。確かに。ちょっと今回怖すぎてチキって早い時間に来てしまいました。あんた靴間違えた絶対。いや、あれあれあれ適正適正。適正ですかこれ。行きます。はい。うわ、冷てぇ、無理だ。あ、終わった。ね、靴そこで脱いでくれよかった。あ、そうだった。これすごいビビりは多分よ。そんなすごいんですか。すごい、行くよ、行くよ。待ってください、この先深いっすよ。いや、ちょっと怖いよね。気持ちで行きますわ。じゃあ行ってきます。はい、頑張ってください。待って、本当に深い、やばい。俺そっち行けないよ。本当に深い、待って。はじめさんの足でそこって俺の首あたりじゃないですか。それは盛りすぎ。え、やばい、さあ来い。いや、これ帰れるかな。はい、はじめ社長なんです。あ、こんにちは。あ、ありがとうございます。よくわからねえこの距離からってか。確かに。うわー、待って、マジで怖い。どっから入るんだろうね。うわー、待って、すごいね。やばいですね、急に新スポ感出てきてますよ。あっ、なんすかそれ。日焼け止めだ。日焼け止めだ。ついたんですけど、明るいんでまだかろうじて見えるレベルです。まあ入り口がすごい、もう多分ここだ。怖っ、待って、本当にやばい。ちょっと待って、真っ赤な石が落ちてる。え、ほら、うわ、なんすかこれ。なんだろう、うわ、なんかヌミヌミしてるよ。でもいやいや、いやいや、いやいや、いやいやって言ったよ。いやいや、あ、見てください、このうわ2本の木、佇み方がなんかすごい怖い。うわ、怖いよ、怖いよ。行こう、行きましょう。うわー、ここだよ。あ、ちゃんとでも名前があるみたいですね。木枯らしの森らしいです。上に神社があるみたいですね。なんせ怖いのがこの道よ、道。ほら、じゃあ登りますか。登りましょう。なんか情報によると誰かがここで足を引っ張られたっていうことを聞きました。え、マジで怖いんだけど。治安も悪いよ。あ、鳥居が見えてきました。川の中にさ、こういう森があるのがすごいよね。川を渡る以外来れなそうですもんね。いやー、マジでマジで怖い。怖すぎ。やばいっす、この時間でこの怖さってやばいっすよ、マジ。今ドットって、いや、ドットっつったよね。ドットって言いました。えっ、何ですか、何ですか。葉っぱか。登ってきます。はい、本当に怖い。いや、怖いな。この奥に多分祠があるっぽいです。多分あそこだと思う。あ、あれですか。絶対はじめさんじゃないですか。どんどん行きましょう。怖すぎる。あ、あれだ。見える。見えます。ねえ、ねえ。肩トーンやめてください。待って、怖すぎた。びっくりした。人かと思った今。これ。祠です。いや、これ上登りたくないよ。はじめ行きたくない。だが、そこ頑張って。登って。行く。なんか体ピリピリするんだけど。え、怖い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 。いや、いい場所なんだろうけど怖い。あ、見て。え、ハートが2つ。恋愛スポットかもしれませんね。うわ、すげえ。お、人いる、人いる。え、え、え、あ、嘘、怖い怖い怖い。待って、そうだよ。すごい今怖くなっちゃった。待って、すっげえなんか左から視線を感じるんだけど。見て、鳥肌。ほんとだ。脱毛したのに鳥肌立ってんだね。寒気がやばい。やばい、待って、お札買ってやる。見て、見て。何です、見て、見て。ここ、ほら。待って、待って。直樹って書いてあります。いや、直樹だけは絶対許されねえ、これは。ほんと。もう行こう、もう行こう。行きましょう。行きましょう。怖い、怖い、怖い。怖すぎて、マジ無理。待って、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 待って
なに石ポンって投げた？いや投げてないんだけど、だってほら両手がカメラと待って、マジやばい、マジやばい、マジやばい、待って。